これくらいかな。串がないわ。でテロップ。サラキッズチャンネルよ。うんうん。STN の T シャツ。なんかね、2個あるんよ。でもさ。YouTuber っぽい？ 2 個ある。あお！2 個あるんだけど、いや、自作ではない、もらった。2個あるけど、あるけどね、こっちはパンじゃけ、ね、今パンイベントしとるけいいけど、あれないよ、電子レンジがいるけ完全にここでは作れんのよ。こっちはこっちはなんだっけ、普通にできるけど、そんなになんじゃろ、変わったものじゃない。今日が最終日、どうしよう、ちょっと待ってね。そう、どっちにしようかなって感じ。どっちがいいかな。あー、ごめんなさい、無理だね。何に置こうかしら。まあいっか、手元見せるよ。ごめんなさいね、いっぱい揺れちゃって。よいしょ。ね、見えんくない手元ね。ちょっと待ってね。どうやったら2つ作れるっちゃ作れるけどさ、1回でやるのもったいなくない？だったらさ、またやった方がよくない？どうしよっかな。あー、なんかやだ、こっちがいい。どっちしようか。さあちゃん、でも傷しないわ。YouTube 見る見る。じゃあ今日はこっちやるね。こっちをやっていきたいと思います。こっちやるね。これが最初ね。それでは言っていきたいと思います。その前にギフト読もう。くっちゃんさん、メロンパンありがとうございます。
ちゅうちゅうさんもメロンパンありがとうございます。へのじさんもメロンパンありがとうございます。かっこゆうちゃんレインボースターありがとうございます。えんちゃんさんハートありがとうございます。へのじさんもメロンパンありがとうございます。えんちゃんさんハートありがとうございます。あきまさんサンドイッチありがとうございます。へのじさんメロンパンありがとうございます。オッケー、それではやっていきたいと思います。まずはこの台じゃ高すぎるか、頑張ってください、ありがとうございます。まずはなんかね、場所がさ、気に入らん。あれ連れてこようかしら。ちょっと待ってて。あれっていうか。ベッドぐしゃぐしゃやん。ズボン見えた？見せません。見せませんよ、ズボンは。よいしょ。これでこっちでやろう。サブちゃんじゃないよ、これのことで。見えたの？いけない、逮捕します。じゃあこっちで、あ、こっちの方がいいかな。ここにサブちゃん食べるじゃん。これをえ、ドラマ逃げ恥のカップルが本当に結婚し、マジ？星野源さんと新垣結衣さん、マジ？すごマジ？すごいな、それは。あ、ちょっとすいません、関係ない話をしてしまう。じゃこのティッシュを台にして、まずはこれバンされる？マジなんじゃ、すごっ。これはケーキになるやつで、間違えたこれティッシュじゃん、これでやってしまった。みんな同じの買ってきたらできるよ、コンビニに走っておいで。みんなこれがパンのやつ、これじゃあやるね。まずはこれはね、
ね、じゃあまず開けていきたいと思います。これをなんかさらね、こういうの開けるときね、めっちゃねぐちゃぐちゃに開けちゃうんですよ。これを開けていきたいと思います。じゃーん、開けたらこれが出てきました。じゃーん、これがすごい、じゃーんって。じゃあ行くよ。皆さんこんにちは、サラキッズチャンネルです。別にね、キッズ別にね、キッズチャンネルじゃなくてもいいんだけど、今日の企画がキッズっぽいからやってるだけ。別にキッズチャンネルじゃなくてもいいよ。あれで言うと普通のサラチャンネルでも別にキッズではない。ここ重要。今日の企画がこれなだけで、そう、別にサラはキッズではない。皆さんこんにちは、サラキッズチャンネルです。あ、ちょっと 手の感じでさ、キッズじゃないのバレてしまうかもしれない。え、なんかついてるように見えるけどついてないんだよ。チャンネルです。それでは今日はじゃじゃん、このちょっと後でサムネイル撮らんとね、サムネ。いや、これはだけただただ企画があのキッズなだけで、サラがキッズじゃなくて今日だけっていう話だよ。今日これをねやるのがただただキッズなだけ。ちょっとサムネ撮影するね、まずまずはサムネ撮影、こんな感じいくよ。みんなこれスクショして、サラの YouTube の撮影ちょっとここにさ字幕入れてさ、こんな感じ。高校生が、あ、違うよ、高校生とか言ったらキッズやならばやちゃう。キッズが一人で、てかなんかちょっとさ、なんかサムネイルはさちょっとさ違うよ、カメラ目線じゃないところがいいよ。ちょっとなんか、いや今日はメイクはファンデーションとかしかしてない、そんなしてない、学校から帰ってきてすぐだけできてないみたいな、なんかちょっとなんかオーバーな、じゃあ止まるね後で、オーバーなリアクション、なんかちょっと必要以上に表情が大きいところがポイントみたいなえ、このピースとかはダメ、こんな感じ。ちょっと表情がね、ちょっと大きい表情のって感じ。それでは早速作っていきたいと思います。まずは三角、みんなスクショできた？三角カップを切ろう。だってまずでもなんかさ、これ上手にハサミで切った方がさいい系かもしれん。ハサミ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 、
ったので食べたいと思います。そしたらここにテロップで脱線って。なんかね、これはめっちゃ脱線する。今日は初めて一人で撮影をしてみたいと思います。なんかそう、これはなんで綺麗に撮りたいかというと、なんかいるらしい。なんか態度悪い人みたい、なんかやる気ないみたいに見えるこうやってやっとったやる気しかないから。大丈夫。マルチゴニッさん、メロンパンありがとうございます。かおじさん、サンドイッチありがとうございます。マルチゴニッさん、ハートありがとうございます。マルチゴニッさん、ハートありがとうございます。あーさん、メロンパンありがとうございます。今日はなんか今日はツイート等をしようと思っとったけど、なんかいい写真がなくてからそうしてなくて、でも終わった後にサムネイル風写真を自分でツイートしようかなって思ってます。自分でじゃなかった、サムネイル写真をちょっと今日はこの配信をしましたみたいなやつをツイートしようかなって思ってます。そっちの方が良くない？できた完成形と写真撮るみたいな。あ、でもそれだったらさ、配信でさ食べれんくない？チョキ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 とか、じゃあ効果音自分で入れんといけん。切り取り線、切り取り線に沿ってハサミで切って遊んでね、だって。はーい。はーい。お、ワイも家で画像編集するから対決や。してみて。ありがとう。でもね、写真のあれはほぼ一緒かもしれん。たらね、ツイートね、いつも無加工であげてるんですよ。ノーマルのカメラであげとるけん、あんまり漏れてないんよ。うん、もう美味しそう。食べたくなるわ、これ。美味しそうじゃない？もうこれ。うん、いい匂いがする。こうしない方が好き。そう、サラは自分では加工する方が好きだけど、加工せん方がいいって、そう、お母さんとかに言われるので、しちゃダメって言われるので、仕方なく iPhone のノーマルのやつ。美味しそうだけど、今なんかもう最悪、レモンのやつさ食べんかったらよかった。匂いがさ、でまあいっぱいに、いっぱい匂ったところで次はやり方はどこ？匂うなんていう作業はなかったですね。メングルオタクは無加工の写真が好き。本当？サラは分かんない。女はか分かんないけど、加工した写真が好きなんですよ。まあ加工した写真って言ってもね、それ自分じゃないんだけど、サラは加工したいんだけど。これ置いときたいな。
加工したいんじゃけど、せん方がいいって言われたけしてないだけない。そう、あ、見て、もう一個あった。それで次は、あ、そう、お話し会の宣言するとき、あ、見てた。皆さんぜひサラキッズチャンネルのオンラインお話し会ぜひ来てください。まあ本当はキッズじゃないので、サラキッズチャンネルの大人な素顔に会えるかもしれないですよ。大人な素顔、言葉の使い方が分からん。オンラインお話し会6月27日の5時間目、ぜひ来てください。そう、あ、ツイッターフォローと6月27日のオンラインお話し会も待ってます。また見てねの動画が面白かった方はショールームフォロー、そしていいねやグッドボタン、そしてお話し会の再販も待ってます。ツイッターフォローやインスタフォロー、なんか悪くない、こういうの最後に YouTube のあ、そうそうそう、概要欄に貼ってあるのでぜひ見てくださいってやつ。そう、ぜひ見てください、来てね。これがおすすめです。うん、まあ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 、ということで、まずは何分さ配信したんか分からんけどさ、まださ1までも行ってないんだけど遅くない？遅っ。お疲れっていうのね、 YouTuber っぽい。ガッキーが結婚でぶちよく言ってね、びっくり。そう、そしたら逃げ恥のダンス全部踊れたよ。次は、はい、まずは1 まだ20分経ったけど、まだ前説、前説、え、前説、フリートークが長い。三角カップをハサミで切ります。じゃんじゃ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 ん。 BGM 自分で 11cc だですだと思います。なんかここにね水あるんですよ。サラが俺なんかね、サラが好きなスーパーマリオ、これでなんか落ちそうよね。なんかさ、今日さいつもサラと違う、いつもよりもさ年下に見える。今日だけだからね、みんな。次はまずこれを切ったじゃん。これを切ったら、これを切って、まあまあまあとりあえずこの辺に置いといたら、次はなんか、なんかね、角度を押さないだと思う。いつもは大人だからね。もう私 JK だからね。今日もね、高校行ってきたから。
ウエハースの表を上にして線に沿ってスプーンを押し当てて切ります。4マス4マス4マス1マスだって。4マス4マス4マス。ちょっとこの上に置いてあるね、箱の上。ちょっとなぞいて、よいしょ。あ、ごめんね。よいしょ。4マス4マス4マス1マスで、なんかどんどん段が高くなってる。これを、あ、このね、表面は消毒してるんで。てかね、このね、チーク菓子妹のだしね、勝手に使っとるしね。朝配信でさ、なんかスライムの画角できんくなった。朝配信でさらさやるって言ったじゃん。でもさ、それ妹にさ、それから会ってなくてさ、そう、このこれ勝手にやってること自体も妹知らないんだよね。だから怒られそうなんだよ。まあ怒られてもいいんだけど。ウェハースの表よ。あ、好きな大きさ。でもどうしよう、これ悩むくない？ケーキ、なんかでもさら、このケーキ作りたいんだけど、なんか好きな大きさで切るって言ったら難しいね。じゃあまあとりあえずちょっと、でも待って、さらはこういうのさ慎重にやりたいんだよ。待ってね、これを測ったら7センチなので、7センチなので 2×で横が2センチちょうどなので、222を3枚作った後、あ、妹はめっちゃクール、なん塩、なんかクールではなくてただの塩ですね。あれは妹はただの塩で、なんかただの塩って感じで、まあ妹はなんかちょっとギャル妹はちょっとギャルなんよ。と、ここが横が7センチで2センチなので 2×2 のこの2センチがここだから塩ギャル。そう、妹はなんかただの塩ギャルなんですよ。顔なんか似てる、似てない、全然似てないかも。最近は特に似てない。ふん、あー、もう飛んだ。これちょうどいい正方形だよ。ちょっとまあ、ちょっとまああれだけど、
2cm で、また飛んじゃった。あ、まあなんかちょっとあんまりうまく切れてないけど、これ結構いい感じの正方形。じゃあ切ったのはここに置いといて、やばくない？昨日からめっちゃ飛ばしよる。やばい、雨飲み込みそうだった。頑張ります。おお、飛ばんかった、飛ばんかったよ。ってことで次はちょっとまずはティッシュでこの棚を拭きます。もうこの辺ぐっちゃぐちゃだわ、やばいやばい。で次はクリームを作ろう。2つの大きな穴にバニラクリームの素、いちごクリームの素をそれぞれ入れます。ほうほうってバニラクリームの素、いちごクリームの素を入れて、そこにカップ一杯の水を入れ、スプーンでよく混ぜます。おお、サラの好きな混ぜ混ぜじゃないか。え、ちょっと待ってさ、もう部屋ぐちゃぐちゃ、机の上ぐちゃぐちゃすぎてやばいんだけど、ちょっと一回片付けよう。あ、違う、やばいんだけどとかさ、キッズチャンネルは言わんわ。分かんない、言うかな。でも自分の妹ちっちゃいけどね、めっちゃギャルすぎてやばいよ、サラの妹。これって、あー、サラ、対象年齢はですね、サラはでもやばいは結構言うけど、あんまりギャル語は喋らない。13カロリーらしいよ。小さなお子様では作り方が難しいので、保護者の方が手伝ってあげてください。いや、一人でやってるサラさすがだわ、マジでさすがだわ。
何にも特に書いてないよ。えらいわ。まあ、さすがですわ。で、次は、そうそう、クリームを混ぜるみたいな。じゃあここに置いとっちゃダメじゃんね。これどうしたらいいんかね。この中入れるか。サラのケーキたち。大変よくできました。パチパチ。それでは、待ってね。でも それな、混ぜるの楽しみ。2つの大きな穴にバニラクリームの素、いちごクリームの素をそれぞれ入れていきます。そこにカップ1杯の水を入れ、あ、カップって何かと思った。え、待って、楽しいじゃない、混ぜるの。それではやっていくよ、レッツゴー。お水はここにあるよ。うん、YouTuber ってさ楽しいかもね。言ってみてさ思った、やりたいわ。いい匂いがする。割と綺麗に入ってた。まあ、匂わんわ。匂わせようとしたけど無理じゃわ。これはバイバーイ。次はバニラを入れていきます。いやー、サラこれで JK なんよね。JK なのにこんなことしてたらいけません、本当に。いい匂いだ。まあ、サラはキッズチャンネルなので編集は自分ではしません。それでカップ一杯を、小3には見えんよ、中3くらい。じゃあ、え、色がつくよ、入れたら。なんか事故りそう。ほら、すごっ。じゃあちょっと混ぜよう。まずはいちごから混ぜます。待ちに待った。マジでめっちゃいい匂いする。やばいやばい。え、かわいい。え、かわいくない。かわいい。
テロップ消しちゃった、キッズは。じゃあキッズは消しましたよ。あ、あ、こぼれそうだった。それで左がいちご、右がバニラで、この絞るやつに入れるらしい。そう、先に入れよっか、固まりそう。折り返し線で裏返し、どういうこと？折り返し線で裏返し、裏返して、こういうことね。で、左がいちご、なんかさ、でもクリームっていうかさ、ちょっと固まってきちゃった、固まってきちゃったよ。ウィンク、こういうこと？え？いいのかな？いちごとバニラ混ざっちゃうけど。え？入れるのがさ、思いのほか大変よ。これで。こうやってもうちょっとこそいで、そう、思ったより硬い仕上がりになっちゃった。混ざっちゃってもいいや。ちょっととりあえず、ちょっと早急に素早くね。ちょっと舐めたくなっちゃった。あんこみたい。クリームじゃないです。これはあんこ。めっちゃ美味しいよ。つまみ食い。味見大事なんでね。味見は大事よ。味見なんでね、これは。これは味見なので、ちゃんとね、料理のね、作るあれにおいてね、味見はね、大切なんですよ。もう早く食べたいわ。味見は大切なんです。
めっちゃこそいどる癒し。